どうも皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。このシュトーレン結構したなと思って、薄く大事に食べて、で結局ちょっと足りひんなと思ってずっと薄く切って、最終的に結構食べたなってなるあれをもうやめましょう皆さん今年はシュトーレンを作りましょうということで、ホームベーカリーで作るシュトーレン作り挑戦していきたいと思います。で今日はですね、このご覧いただいている通りのスケジュールでやっていくんですが、まずもう大変やった、始まってないのに。あのね、この材料を買い集めるのがめちゃくちゃ大変で、例えばね、あのラム酒だったりアーモンドの粉だったり、そういうのは常に家にあるわけじゃないからちょっと買いに行くやんか。やけどそのスーパーによって値段が違うからさ、ちょっとでも安いところをとか言ってもう何回もスーパー行ってさ、挙句の果てにこのラム酒に至っちゃ350円で買ったんですけど、違うスーパーやったら300円やってん。はい、始めていきたいと思いますでね、だいたい1週間ぐらいつけとくといいらしいんですけど、そのペースでやっとったらさクリスマス通り越してお正月になりますよね私だけかもしれんけど、だからね、ちょっとね、あの1日だけ、すいません、手抜いて1日だけつけて、このね、その手抜いた分ローマ字パンっていうのを今回は作ってみたかったんですよ。でローマ字パンは何かっていうと、まずね、マジパン、あのシュトーレンの真ん中になんか丸いの入ってますよね、あれマジパンなんですけど、あれはアーモンドの粉1に対してお砂糖1の割合、1対1の割合で作ったのがあのマジパンで、このローマジパンっていうのは、アーモンドの粉2に対してお砂糖1の割合で入ってるから、アーモンドの割合がちょっとね多いんですよね。でちょっと待ってくださいね、あの卵白を入れてあのあんみたいにしていくんですけど、今確実に入れすぎましたねちょっとずつ様子を見て、あのちょっとずつ卵白を加えるっていうのが本当の作り方らしいんですけど、ちょっとドバッと入りました。で、じゃあ今日はなんでそのわざわざマジパンではなくローマジパンを入れようかと思ったとかと思ったかと言いますと、なんだかね、そっちの方が本格的なんだってそれだけなんかかっこよかったんで、今日はローマ字パン入れてみようと思います。それでは生地作りですね。あのローマ字パン作った時に余ってた卵を入れまして、材料をちょっとね、これは発酵させやすくするためとかそういうのじゃなくて、なんか混ざりにくそうな材料をとりあえず最初に混ぜとくっていう感じで今混ぜました。でここからですね、一番のポイントは、今バターを細かく刻んで入れました。で本来はまずバターをねクリーム状に練るっていうやつをしないといけないんですよね。一番しんどいよなあれなで痛なるやつ、あれをしないといけないんですが、今日はそれをサボってホームベーカリーで作ると。でそもそもなんでクリーム状にするかっていうと、なんかねやっぱりあの空気を含ませることによって生地がきめ細かくなったりふんわりしたりするんですって。だけどそれを今日は省いちゃうということで、ちょっとねどうなるかなと、美味しさにどういう影響が出てくるかなっていうところなんですが、まあそこも含めてねちょっと確かめてみたいので、今日はホームベーカリーで作ってみようと思います。フルーツのねちょっと水気を切りまして、この残ったラム酒は後で使いたいので取っときます。ちょっとねのんびり今作ってたら緊急事態発生っていうかこんなタイミングで卵入れるやつおるちょっとね卵を一個入れ忘れてました。なのでもう大暴れてて閉めましたと。ちょっと待ってと
ちょっと待ってくださいね。今、もう一回緊急事態発生。ちょっと振り返ります。本来ですね、全卵と黄身、豆乳で 125g にしたかったんです。なんだけど、今回作ったやつ、黄身と豆乳で 125g にしてました。だからね、卵1個入れ忘れてたけど、水分量は合ってました。なんだけど、慌てて今最後にね卵ポンって投入したことによりまして、結局何が起こったかというと、水分量がですね 50g 増えたということでそのままの方が良かったよね。多分なんかね、状態が悪化したということで、もうなんかもう正直ってなってます。何今のってで、記事がどうなったかと言いますと、ベタ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 になっちゃったから大慌てで粉をかけると本当は良くない、なんか良くないと思います。こんななんか雑なかけ方。まあ、ただもう慌てちゃってるからね。まあでも最悪の事態は免れてないですかね。あんななんかわけのわからんタイミングで卵入れた割には、でお水の量が多すぎた割には、まあとりあえず今日は2つ作りたいので2等分して置いておきました。ね、言うててもしゃあないんで、とりあえず形を作りましょうだからさ、もう水が多すぎたというコンプレックスがすごいあるから、アホみたいに粉かけますよねだからさちょっと落ち着けばいいのに、やっぱりね、ものすごく動揺しちゃってんのよね、一回間違えると。まあ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 、とりあえず。で、何をしたいかと言いますと、今からマジパンをね、中に入れて包んでいきたいので、まあいい感じの大きさに伸ばしまして、3分の1、下から折っていきますね。で、この真ん中にマジパンを置きますと。はい。で、奥の方からまた折り返して、閉じていくっていう感じですね。ただね、やっぱりアホみたいに粉つけちゃったからつかなくなっちゃったんですよね。で、つかなくなっちゃったんだけど、もうちょっと頑張ってさ、つければいいやん、閉じ目をね。ただなんかこう、みんながこうやって綿棒で押さえてるだけっぽかったから、なんかそれ真似してね、なんかピュッピュッピュッってやっただけにしたんですけど、だからもう動揺してるからね、なんか雑な感じになっちゃったねはい、ちょっと2個目、まあ言うてもあれなんで丁寧にやっていきましょう。また折ってマジパンを入れてしまっていくと感じですね。はい全然閉じてないけど、まあいいでしょ。じゃあ焼いていきたいと思います。なんか低めの温度でじっくり焼く雰囲気だったんですけど、うちのオーブンね、ちょっと温度が低いので200度ぐらいで焼いてみましたね。とりあえずどうなりましたか？パッカンしちゃってんね。これは。あ、どう？こっちから見たらどうですか？いい感じじゃない？これはあかんやつ？どうですか？これ大丈夫なやつですか？先生
でもね、やっぱりあれかな、とりあえずラム酒とバターを塗っていきますね。やっぱり一個失敗したらもうダメですよね。もうテンパっちゃう。だからもうそっからちょっとスポーツ風に言うとリズムが崩れたよね。そう、リズムが崩れちゃったの。もうそうなっちゃうとさ、なんかこうね、言い訳です。言い訳をしてます。これさ、なんかちょっと時間経ったらピュって閉じたりせえへんかな。せえへんかった。バカンしてる。で、味とかさ、クオリティっていうのは最悪もう全然悪くて大丈夫なんやけど、やっぱりね、一番大事なのってここが空気にすごい触れて悪くなっちゃったらあかんやんか。だからお砂糖でねコーティングしましょう。ね、本来の姿、お砂糖で日持ちさせていく。なんだけど、ね、ここでね、一回グラニュー糖を多分かけた方が良かったのに、もう、あれよ。いきなり粉砂糖かけちゃったね。え、どうですか？ね、あ、ほら！ほら！意外にできちゃうんだから。な、この状態やったら別にね、売ってるやつとそんな変わらんでしょ？横ね、ちょっともうちょっとかけたかったなって気になったけど、とりあえずですね、2日後にタイムスリップ。成城石井の袋に入れてたらさ、なんか高級になるかなと思ってちょっと入れときました。どうでしょうか？ちょっと馴染んだ感じがしますね。うん、このちょっとお砂糖が綺麗な方を切ってみましょう。どうしても触りたくないからね、ラップで押さえて切ってみましたよ。バッカーンと。どうですか？あ、ちょっとね、穴開いてるけど、いいんじゃない？きめ細かい感じしますね。うん。このマジパンのところ、あ、間違えました。ローマジパンのところも、いい感じじゃないかな？どうかな？ちょっとね、切ってきますね。できました！どうでしょうか？美味しそう。いただきまーす。美味しい。ね、まず食感ですよね。やっぱりホームベーカリーでこねて、あとバターをね、ちょっと手抜いて作るっていうところで、パンみたいになっちゃったり、逆に粘土みたいになっちゃったりしたらどうしようって思ったんですけど、ね、全然なんていうの、パウンドケーキとパンの間みたいな、めちゃくちゃいい感じの食感になりました。あとね、スパイスを今日私オールスパイスと、あとシナモンですね、家にそれしかなかったのでそれしか入れてないんですけど、もしかしたらこれはいろいろ入れたらやっぱり美味しくなるのかなっていう感じがしますね。ただね、なんていうの、卵をわけわからんタイミングで入れたり、今日はあれやこれやちょっと失敗しましたが、全然めちゃくちゃ美味しいやつができました。皆さんもシュトーレンちょっと高いなってね、ちょっと高いですよね。で、買うの迷われてる方がいましたら、ぜひ今年は作ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。